3月9日1日の取引が終了しました。日経平均株価は2桁の上昇続伸しております。昨日と比べて101円13銭高の 21,469 円20銭で取引を終えました。トピックス東証株価指数も 5.53 ポイント高、 JPX 日経400も 56.08 ポイント高とそれぞれ続伸しております。値上がり銘柄数は東証一部全体の約 53%、 1,097 銘柄、これに対して値下がりは約 43% の886銘柄でした。トピックス規模別株価指数もいずれも上昇、大型株指数 4.7 ポイント中型株指数 7.7 ポイント小型株指数も 8.4 ポイントそれぞれ上昇しました。新興市場マザーズ指数やジャスダック平均なども含めまして全体的に上昇したということで、特に規模的な偏りはあまり見られませんでした。大型から中型小型新興市場まで含めて全体的に小幅に上昇したという一日であります。商いは高水準です。売買高17億5000万株余り、売買代金は3兆5584億円でした。1日通しての売買代金3兆5000億円を超えております。ただ今日は株価指数先物オプション3月切りの SQ 算出、いわゆる決済日にあたっておりまして、これによって商いが膨らんだ面もあります。この分を除きますと実際の商いといたしましては売買代金は2兆円台後半だったというふうにも推測されます。そういう意味では特番多かったというわけでもないというのが実際の商いということになります。今日は朝から全体的に買い注文が広がりました。昨日のアメリカ市場で株価が上昇、懸念されておりました鉄鋼などの輸入規制がそれほど極端なものにはならないという見方もやや安心感を誘う形でアメリカ株が買われ、この流れが東京市場にも波及しました。為替相場がリスクオフの流れの中で円安方向に触れたことも輸出関連株中心に追い風となりました。さらに加えてアメリカと北朝鮮の首脳が5月までに会談することで合意という報道もありまして、これがさらにリスクオン、リスク先行のムードを強めました。地政学リスクが後退したということで買いやすくなった海外勢などが一気に買いを膨らませて、日経平均株価午前10時20分過ぎには昨日との比較で500円以上上昇する場面も見られました。ただその後は徐々に戻り待ち、短期の利益確定売りなども出まして日経平均は伸び悩み、今晩にはアメリカの2月の雇用統計などを控えているといったこともありまして、週末という要因も加わりまして日経平均5番に入ってからは1時半過ぎには小幅ではありますがマイナスに一旦転じる動きにもなりました。ただその後は再び押し目買い、買い戻しなども広がりまして結局大引けは101円高と2桁の上昇続伸で取引を終えております。こういった中で主力銘柄電気セクターなど輸出関連総じて堅調に推移しましたが、中で上昇、個別に上昇した銘柄といたしましては1928積水ハウスが 4% を超す上昇となりました。ここのところ株価が軟調だったということで見直し買いが入りやすいという局面に来ておりましたが、昨日の取引終了後に発表しました前1月期決算が上振れ着地、さらに今期19年1月期につきましても連続の最高益更新を見込んでいると、で配当もさらに増やしまして配当利回り昨日現在で 4.4% まで上昇したということなどが交換された形です。逆に下げた銘柄といたしましては鉄鋼株が全体的に軟調でした。例えば中でも JFE ホールディングス5411鉄鋼大手、こちらが 1.5% ほど下落して取引を終えました。アメリカの鉄鋼アルミなどへの輸入規制は限定的という見方もある一方で、やはり中国などが対象になっているということもありまして今後の鉄鋼市場全体への影響が懸念されたという動きで鉄鋼株などに売り圧力になったという動きです。以上、今日大引けの模様東証アローズからお伝えしました。